王道は王道はは、新末の政治家、書家、王道はとも書く。字は、宿平、ら、号は、末前。晩年は、敏安小児と号した。チャンス賞、蘇州仏根塾県の出身、王新村の三男で、王道書、王道尺の弟。父は、皆、豊か、同知年間の大学士で、皆豊、豊たか、三門、安心の植木県兄弟の師であった。長兄の王道書は、 暗記準部に至ったが、総国藩、李公省らに弾劾された。これにより、後年、李公省と厳しく対立することとなった。1856年に上限となり、同地三角と公所邸の死を務めた。官職は、公部省所、軍機大臣、総理各国事務が問大臣に至った。1873年のよう内部と、昭白祭事件では、判決に疑義を挟んだため、 生体校は最新を命じた。このため事件は、良好派と公設派の対立に発展した。帝氏という立場から皇帝の政治思想に深い影響を与え、1889年に皇書帝が申請を始めると、表敬奮の厚労講義を提出し、西洋の学問の重要性と恩恵な改革を説いた。1884年の清仏戦争では、 劉英福を支持し、1894年の日清戦争では主戦論を唱えている。高所定の新政とともに、李広島と並ぶ派閥の領袖となり、政大公、李広将ら高等と対立していった。返邦運動が高まると、公儀を高所定に推薦したが、後日の返邦の直前に、政大公に迫られた高所定に解任されてしまった。その後、 故郷で病死した。文康氏の死亡が送られた。著作に、敏安志向、大文教公日記、大文教公文記どころ日記などがある。書の分野においても著名であった。晩年には、書の代筆に、超古道を起用している。ありがとうございます。